ショーが行われています。今お腹の部分に切り込みを入れてもう開く直前です。あすごいだ、ね、こちら長崎県産の本マグロ高級品ですよ、うん、ではすごい、ね、もうあと骨周りのマグロ食べたいね、こちら70キロ級のとっても大きなマグロです、はい、全長は 1.5 メートルほどあります。こちら黒マグロ、あ黒ダイヤと言われるほど最高級のマグロなんですね、はい、ではそんな本マグロのお腹そろそろ見えてくるかな、はい、では開いていただきましょう。お願いします。うわー綺麗な断面。すごいな、はい、こちら今開いていただいたんですけど、いわゆる大トロというのはどの部分ですか。大トロはここ、ね、ここの部分食べたいですよね。食べたいです。ただ今そんなマグロがお値段安くなっているということでお邪魔しています。改めまして MBS アナウンサーの山崎京香です。よろしくお願いいたします。今日は大阪堺市にありますマグロパークにお邪魔しています。こちらはマグロを楽しんでもらうをテーマに、大体ですね土日の午前11時にこういった解体ショーが行われているんですが、今回は特別にこの時間に解体ショーを見させていただきました。店内もですね鮮魚だったりとか、またお刺身やお寿司、お惣菜なども並んでいまして、午前9時ごろからお客さん絶えませんでした。そしてフードコートもあるんです。こちらでも丼だったり夕食だったり新鮮な、はい、お魚楽しむことができます。ね、こんなに乗ってこのような美味しいお魚がたくさん並んでいるんですが、その中でも今マグロが安いということで、一体マグロがどれだけ安いのか、そしてどうしてこんなに安いのかという理由を深掘りしていきます。さあ今回ご紹介する安くなっているマグロなんですが、先ほど紹介した生のマグロではなく、一度冷凍した本マグロというものが今安くなっているんですね、うん、ただこれ一度冷凍したからといって質が落ちるわけではないんです、うん、こちらに置いている本マグロは高級なお寿司屋さんにも置いているようなとっても美味しいものなんですね、うん、そんな本マグロが今どのくらいお安くなっているのか、うん、ではもう早速なんですが本マグロの値段見ていきましょう、うん、去年の年末です。年末は 100g 1296円、最高級の、ね、マグロなのでこのくらいのお値段はしていました。ただ今735円です。十分安いんだけどね。半額まではいかないんですが、それでも4割超えのこんなお値段で今は買えるということなんですね。ただ先ほど半額というお話出てきましたが、こちらマグロの握り盛り合わせ赤身の部分、これは1000円なんですが、年末は2000円だったものが1000円、半額になっているんですよ、はい、10貫入って1000円ということは1貫100円ですからね、このようにお安くなっているんです。では一体どうしてマグロが今こんなにお安くなっているのか、店長の水島さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。ズバリ今のマグロのお値段というのはどう見ますか。僕魚屋30年以上やってるんですけど、うん、今まで見たことない値段、そんな値段見たことない、ないです。とにかくお安い、ただ質はどうなんですか。もうあのそのままです、いい状態を保ってます、とにかく美味しいマグロは今は安いということで、じゃあそのまず私本マグロというものを、すいません、そんな最高級なものを食べたことがなかったので、まずはこちらが生の本マグロ、まず食べるのね、はい、まず食べさせていただきます。本マグロと冷凍マグロ、こちらが生の本マグロ、そして隣にあるのが冷凍の本マグロ、はい、こちらが今お安くなっているものですね、ではまずは生マグロからいただきます。ではこちらいただきます。そのまま行くの。そのままで行く、お醤油つけない、ね、ほんまに味合うやつですね。お醤油つけなくても十分に美味しいです、でもやっぱり生美味しいです。生はうまいです、間違いないです。では続きまして冷凍の本マグロをいただきます、はい、色味は若干濃いですね、こっちの方が、ね、ではいただきます。いや、なんか笑ってるよ。十分に美味しい、美味しい、もうあのしっとりねっとり感というのは冷凍の方が強く感じますね、とっても美味しいです。
本当。こんなに美味しいマグロが今はお安くなっているということで、その理由を説明させていただきます、うん、大きく2つの理由がありまして、こちらの一番が大きな理由の一つなんですが、中国韓国の景気悪化、これが大きな理由の一つとなっています。中国韓国でマグロを買う人が減ったことにより物流量が増えまして、日本で安く仕入れることができているんです。こういったやっぱり仕入れ値というのは変わってますか？変わってますね。ちょっと若干あんまり言えないですけど下がってます。やっぱり安くなっているんですね。そしてもう一つありまして、国産も豊漁なんですよ。2023年の秋頃から国産のマグロもよく取れるようになって、こちらもあってさらに冷凍のマグロが今安くなっているということなんですね。こちら今赤身をご紹介しましたが、他の部位安くなっているものありますか？他の部位ですと、はい、まあ、ここにあるあのアイルランド産の頭肉、はい、希少部位なんですけど、頭のお肉なんですね。こちらはマグロ、まあ、マグロパークならではのちょっと変わった部位にはなるんですが、希少部位、これ今 100g あたり198円で売っていますけど、前はいくらでしたか？前は、まあ、まあ倍ぐらいする3キュッパとかで売ってました、はい、こちらも半額近くになっているんですよ、はい、というふうにお値段下がっているんですが、ではこういったですね、マグロの赤身1パック購入したとします。これ 120g 入りです、うん、こちらを購入してお家で海鮮丼を作ったらどうなるかといいますと、 120g をカットしていただいたらこれだけ大量のマグロ丼も、豪華、ご飯が見えないくらいです。お前ね、食べた、美味しそう、ご飯だね、またやっぱりお醤油も相まってさらに美味しく感じました。そしてご飯が合う、マグロとご飯でこんな贅沢なことありますか？こういった本マグロ、やはり高級品なので、皆さんこういった刺身であったり丼で食べたいとは思うんですが、今4割引きで購入できるということで、皆さんにおすすめの食べ方をですね、マグロ科学のシェフにお伺いしましたので、こちらの映像をご覧ください。まずはマグロステーキです。油はオリーブオイルで強火で焼くことがポイントだそうです。両面をしっかり焼いて、これ最後にお醤油をかけてもいいそうですよ、うん、そしてもう一つは竜田揚げです。これは大きめのサイコロ状に切って、酒、みりん、醤油を1対1対1の割合で味付けし、175度で1分半、やはり揚げすぎると硬くなってしまうので1分半ほどでサクッと揚げることがおすすめなんだそうです。ということで、こちらもマグロのステーキ、じゃあ醤油もちょっとかけていただきました。はい、うん、これはうまそう。わ、焼くとですね、さらにこのマグロのうまみというものが外側凝縮されています。レアな部分と焼いている部分の食感の違いというのもすっごく楽しくて美味しいです。いや、美味しそう。ちょっとね、マグロのステーキ贅沢ですし、うん、そしてこれ気になるわ、続いて竜田揚げもいただきます、はい、これは味付けして10分ほど置いたものです。置いたもの、ではいただきます、はい、うわ、うん、美味しい、美味しい、美味しい。個人的にはこれが一番おすすめかもしれません。しっかりと外はサクサク、味がついていて、味付けしっかりしているんですけど、それでも負けないくらいにマグロの旨味を感じます。ただ水島さん、このマグロの安さというのはいつまで続く？まあ、一応お盆明け、もしくはずっと続くかって感じですね。お盆明けくらいまで続くかもということなので、皆さんぜひこの機会にゲットしてみてください。そしてこちらのお店ではですね、マグロ以外にもお安いお魚があるということでご紹介していきます。こういった鮮魚もずらーっと並んでいますよ、はい、そしてこちらマグロパークでは無料で鮮魚の調理もしてくれます。片面ごとに違う調理方法もしてくれるので、三枚おろしだったり切り身ぶつ切りなどいろんな方法で調理してくれるんですね。そんな鮮魚の中で今お買い得なお魚は何ですか？
カツオです。はい、今はカツオが安いということで1尾1600円と書いてあるんですが、こちらが前はいくらだったんですか？2000円から2500円ぐらいですね。このくらいだったものが今は1600円。これどうしてこのようなお値段になってるんですか？まあ、単純にいっぱい取れてるからという意味合いですね。もうこれからもうちょっと安くなる可能性はありますね。これからさらにお値段が下がっていくかもしれないということなので、カツオが今おすすめです。皆さんぜひ覚えておいてください。そして他にもあります。それがこちらの天然ブリです。すごく大きなブリ、こちら大きなブリ2780円なんですが、以前はいくらだったんですか？だいたい4000円か1000円高いかぐらいだったんですね。こちらも今1000円くらい安くなっている、はい、この天然のブリが安くなっている理由はどうしてなんですか？まあ、僕らみたいな魚売る専門店が減ってるっていうところが1点と、あとはその漁師さんがいっぱい取っても売る先がないので値段が下がっちゃうって感じ。値段が下がっているということで、まあ、1パック今2780円。ただね、こういう形だとどのくらいの量かわからないと思いますので、こういったお刺身にしていただきました。ということでですね、今日はですね、まあ、旬のお魚が安い、そしてマグロがお安いということで、大阪堺市にありますマグロパークから中継をお伝えしました。水島さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。現場から山崎アナウンサーでした。ありがとうございました。